ビューティーイン、エホワイトキモのキンベル美術館臓1800年頃鳥京、サイエリとは、江戸時代中期の浮世絵師、御家人。長文斎秀行の門人。秀行門人の中では鳥高、蔡英将に次ぐ皇帝である。聖は宇田川、名は忠春。通称は、鉄造、御左衛門。鳥京、サイエリ、バト、サイエリ、持ち王斎長から好き。 向川邸英、小石川いしか小石川え長からすき、小石川邸えひり、小石川か一氏、小石一氏、小石同一氏とごす。諸家人名土法学文の小石川の部に、英ええ、小石川又一指都会丸ちゆ宇と川後左衛門ごとあるので、この英ええとえりは、同一人とされる。宝暦九年、はの一郎へいはの三男として、小石川に生まれ、 安永三年に、宇田川左京中、重の養子となって、宇田川家の家徳を継いだ。家録は、倉前150票で、秀行と同じ小不振溝の口十番組に属していた。初作は、天明八年の謝礼本、正老後仮金の差し絵で、この時の落款は、鋭利である。並行して、鋭利と称し、完成八年頃まで、錦木22点と、 肉筆美人画などを描いた。エリキの西木絵では、同門の鳥高、蔡英章栄ガラスと共作した、各中美人セリが著名で、越前屋等度、鶴やかしく、丸や九十の三点をエリが描いた。他に、二代目、富本豊禅城と、山、東京殿の肖像画は、背景に、黒雲母すりを使用し、東州祭写楽ほど、個性的な描写ではないが、 人物の風格をよく把握した作品で、エリの名前を忘れ得ぬものにしたと言えるほどの傑作に挙げられる。他に、美人画では、三家のつくさ嫁美人号や、星老美人祭富などを描いている。また、エリ時代の肉筆画、美人図は、足元に置かれた、三味線によって、この立ち美人が芸儀であることがわかる。着物は白地に桜花が五分で盛り上げて描かれている。 秀行風の超新美人であるが、顔を横に向けて、細い首を見せないため、安定した姿を示している。その後、西木大文字や、内田が、袖に、小石川邸長から隙がと、落観している。この作品に描かれた人物は、顔立ちがやや頬のこけた感じが見受けられる。また、同じく、小石川邸長から隙がの落観のある。 肉筆が、桜下遊女図に描かれた遊女は、ふっくらとした顔立ちをしており、衣服のだの表現には、近霊線を使い丁寧に描かれているため、西絵よりも以前の作品であると言える。さらに、肉筆が、見立てこと高千人図に、小石川定英社と、関しており、画風にも、秀行の影響が見られ、エリー楽観の美人画に酷似している。その後、 文化元年に作画をした、実編者19の起表紙、風香る不和田内ちの挿絵や、文化4年に、絵里教科本、教科法来集などには、えーと、関してより、えー、の楽観で、西木肉筆画、公表紙の挿絵などを手掛けた。さらに一紙と称して、以降は、肉筆画のみを描いている。ありがとうございます。